ズマ、クエストに行きましょう。今日はパス。そう言って昨日もその前もずっと屋敷にこもりきりだろう。一体いつになったらクエストに出るんだ。クエストは危険だからな。怪我なんかしたら嫌だろ。無理にクエストに行く必要ないって。生活は潤ってるんだし。なんという怠慢。アクアからも言ってやってください。いいえ、今日のカズマさんは間違ったこと言ってないわ。私たち最近ちょっと頑張りすぎだと思うの。もっと自分を甘やかしましょうよ。ということで、秘蔵のシュワシュワを。こんな昼間から本当にこんなことでいいのか。何？緊急クエスト、緊急クエスト。冒険者各員は至急正門に集まってください。この警報も随分久しぶりだな。のんきなこと言ってないで。ほら、早く。先に言っててくれ。俺はもう箸より重いものは持てない体になったんだ。どこぞの大富豪のようなことを言わないでください。いいから、行きますよ。このスバ。今年は随分早いお月だな。キャベツ。おい、あいつらがやってくるのは秋のはずだろ。今はまだ春じゃないか。キャベ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 。あら、カズマったら知らないの。あいつらはね、秋巻き春鶏の春キャベツ。美味しさが格別なのよ。しかも高値で売れるし、つまみにもなるし。さあ収穫しましょう。春キャベツは元気が有り余っていて、よく運動するそうです。だからこそ美味しさも一層引き立つのだとか。ぐぬぬ、一箇所に集められさえすれば我が爆裂魔法を食らわせてやるというのに。おい、大変だ。今日帰ってくるはずだった劇団の馬車がまだ帰ってきてないんだとよ。春キャベツに襲われたんじゃないか。助けに行こうにもこのキャベツの大群の中を進むのは。よし、私たちで馬車を探しに行こう。キャベツの攻撃は私が盾となって防いでみせる。お前、今嬉しそうにしてただろう。してない。カヤシャバ。キャベ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 。今日のキャベツの攻撃は格別だな。重くて硬い一撃。たまりゃ。見てください、カズマ、荷車がありましたよ。おい、乗ってるやつ生きてるか。まあ、なんとかな。でも馬が逃げちまって。他の乗客はいないの。ああ、踊り子もいたんだが先に逃がしたよ。俺は荷物が心配で。だからってここにいたら荷車と心中しちまうぞ。俺たちと一緒に来い。ダクです、おっちゃんを安全な場所に運ぶからもっとキャベツを引き寄せてくれ。これだけダメージを受けてるのにまだ壁になれと。望むところだ。もっと、もっと私を壁に使ってくれ。今よ、ダクネスがおとりスキルでキャベツを引きつけてる隙に。おっちゃん、こっちだ。荷車から離れろ。ああ、しかし荷物が。カズマ、私はいつでも爆裂魔法を打つ準備はできていますよ。ちょうどキャベツも一箇所に集まってるしな。こいつらを片付けて逃走経路を確保だ。一気めぐみ。ただし荷車は巻き込むなよ。我が名はめぐみん。高魔族随一の魔法の使い手にして爆裂魔法を操りし者。ダクです、巻き込まれないよう早く逃げろ。ああ、もう少し、もう少しだけ。頭湧いてんのか。早くこっち来い。キャベ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 。
が力、見るがいい！エクスプロージョン！お前何やってるんだよ！荷車まで吹っ飛ばして！俺、巻き込むなって言ったよな！クーマ族の辞書に手加減などという言葉は存在しません。へぇナイス爆裂。このガキ倒れたまま放って帰ってやろうか。あんたたちなんということを。悪かったな。でもまあ怪我もなかったし良かったじゃないか。バカを言うな！あの荷車にはな！このスッパー、なんてことをやっちまったんだ。アクセルの劇団の馬車だって聞いてたのに。荷車に貴族への献上品を乗せてるとは夢にも思わないわよね。どうして劇団の馬車が運搬の仕事も請け負ってるのよ。貴重な貴金属の損害で4億5000万エリスの弁償、無理だ。どうやって返せばいいんだ。報酬のいい高難易度クエストに挑戦するしかないわね。それこそ魔王軍幹部を退治するような。高難易度クエストか、やっぱそれしかないか。でも俺たちだけで大丈夫か。高難易度クエストを受けるならギルドでパーティーメンバーの募集を出して。ごめん、ちょっといい？お？話が聞こえてきたんだけど、君たち、高難易度クエストに挑戦する気なの？いや、まだ決めてはないんですけど。もし、よかったらなんですが、僕たちも、パーティーに入れていただけませんか？というか、入ってあげるわよ。あたしとクエストに行けるなんて嬉しいでしょ？この状況、ピンチに3人の美少女が現れるなんて、何かのフラグだろうか。多分足手まといにはならないと思う。ダメ？